今13弱、このくらいでよしよしよ、死んじゃうよ。はい、改めましておはようございます、もこじです。はい、今時間は8時半、サップデビューするよ。で、いろいろとね、まあなぜ今日初めてなもんやから、いろんなことが起きてね、まあそれを一個ずつまあ乗り越えていこうっていうところでしかねないんやけど、よし、とりあえず行ってみようかの。ザン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 、あんまそっちまで行くとあれやからね、とかこの辺に預けといていっか。で、乗った方が安定するかな。よいしょ、こういう感じか。よし、はい、じゃあエントリーします。おいおいね、みじみじ、道中も今日、手袋してこんかった。まあいいわ、もう今日は焦げちゃう感じ。よし、エントリーします。乗った。で、ちょっと待って。座るまでの体勢が、いろいろ危ういでしょ。はい、今正座してます。で、竿はね、こうやって、こっち引っ掛けとるから、押していかんし。よし、座ります。で、下はね、ウェーダー入ってるんで。でね、とりあえず行こう。とりあえずね、今日。今時間。今日はね、メイン、釣りはちょっと二の次、三の次的に、まあ、なってもいいんやけど、とりあえず一本二本ね、なんとかどっかで釣れればいいけど、とりあえず今回はこのサップでね、とりあえず最上流までどのくらいで行けるんかなっていうところで、今日風速は今のところ、1メーターちょいぐらいかな。ちょっと沖の方出たら波立っとるの分かりますよね。まあそんな感じなんで、っていうところでそれを検証しに、まあ、どこまで通用するかっていうね、ところなんですけど、で、もう立たずに全部座った状態でフルにやっていきます。っていうところで今からね、はい、8時37分スタート、最上流着までしばしお別れです。たらちょっと出てこないんで、出てこないから先にちょっとそのカバー下いうところをちょっとやっちゃいます。で、そこにいなければ、そこに今、風ちょうどこっちからなんで、こっちからこうやって風吹いて押されてるんで、そこに寄っちゃいます。ほらね、どんどん寄っていくでしょ。もうこれでいいんです。これに逆らって釣りしようとしたら、なかなか釣れないんで、魚のいるいないだけを、これでいいかな。で、もうあと流されてもそっち行けばいいんですよ。で、こっち側とかね、他のところをこう釣ってくるっていうことをすればいいだけなんで、中流域にはいなくねえか。絶対手もいいとこにいるけどな。
来るか？ちっちゃいのか。ちっちゃいのですか。口に入らんかったですか。外、そこの方か。外の方か、外の方か。いるんはいるんじゃねえの。ちっちゃいな、相当ちっちゃいな。わ、ほらほらほら、見えた。映っとったかな。よいしょ。いらっしゃい。ムラグ。ほら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 、来たぞ。ほら来たぞ。ほら来た。はい。ほら、このちっちゃいのがやから、なかなか食いきれんのやわ。ほら、ジーコロ。ね。何回も食い直しして、ちょこんちょこんと当たっとるんやけど、ね。来たやん。ジーコロ釣れるぞ。25ぐらい。初バス、サップ初バスやぞ。これで満足でしょう。はい、いいね。水近いしよ、ほら。ね、この足元でチャプチャプって。ね。はい、はい、サンキュー。よしよしよし。ん？取り取るね。よし、取り取る取り取る。よし。よっしゃ、いたいた。はい。ジーコロ、今日のジーコロはこんなジーコロでーす。釣れましたん。とりあえず捕鯨回避したからね、目的地まで行こうか。うん、とりあえず本当に今日は体験みたいや感じやから、もうこの今日ね、初、とにかく、うん、サップに関してはほぼ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 初やから、ね。で、どんな感じなんかっていうところと、小バツくん、小バッチくん来てくれたん。見えた。アビノフィッシュ。いらっしゃい、いらっしゃい。外れんな、外れんな。取りたい、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 取りたい。よいしょ。いらっしゃい。びっくりした。よっしゃ、アビノフィッシュ。やっと来た。マジか。あ、いろんなことが起きてる、これ。あ、やべえ。え、どうなった？これ。あ、あ、ナイスです、ナイスです。あ、やべやべやべ。いっぺんにいろんなことが起きて、あ、パニックっとるよ。ほら。
下から食い上げてきた。抜き上げる寸前に食い上げてきたぞ。40乗っかってねえかな。と思ってな、ちょっと待ってな。ちょっとこっち準備するか、ちょっと待ってな。あざまーす。いろいろパニックってますよ。いろいろパニックっとるからごめんな。よし、ステージはできた。よっしゃ。乗っかってね。38。帰っていった。マジか。三八くんやったわ。まあまあまあ。アビノフィッシュ来てくれたぞ、帰ってたけど。ありがとうって言う暇もなく帰ってったわ、ごめんな。うわ、西根さんアビノやったよ、ほら。あげた。勲章できた。スモールできたぞ。釣れたよ。いろいろ焦ったわ。いろいろ焦ったけど。もう全然もう半分諦めて。ね、風も強くなってきたし、帰る心配しとってんけど。心配しながらテストして、でもここまで来て抜き上げようかなと思った瞬間やった。一回多分食いそびれてもう一回出てんな、おそらく。で2回目の時に自分気づいてると思う。でこっち側から多分あの釣り取ったやつが来たんやと思う。でも12時やからもうぼちぼち上がらんと。バッテリーも8時半ぐらいからやからもうぼちぼち終わるし、一応とりあえずここでエンディング入れときます。このあとバッテリーもちょっとね、もうフルに回しとるからちょっとやばくなってきとると思う。だいたい時間が12時、多分12時半ぐらいでもう4時間やからね。はい、こんなところでね、あのもろもろ今日はこんな感じのところで、まあね、いろいろこう装備しながらこのサップで、そしてこのベビーアビの70で38センチスモール取ることができました。マグレの一発やけどね、嬉しいっす。というところでまたね、この後どうなるか分からないので、とりあえずここエンディング入れておきます。こうやってね、足ポチャポチャやりながら、こんなんもいいでしょ。じゃあね、またもしよかったらチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。お今18センチぐらいのやつヒュンってした。アビノの倍ぐらいのやつ、こいつのこの子の倍ぐらいのやつが、やっぱちっちゃいのはこのシャローにいるよね。何とかったっけ、起きた。今度はエリーバス来たぞ。エリーバスだ、エリーバス。エリー、よしよし。
イラハイイラハイ。ああ、外れてもた。くそ。エリーバス外れたわ。マジか。本当やっぱショートバイトねんな、きっと俺。今の30なかったけど、28とか。ああ、いいやん、来るやん。いやー、いいね。エリーさん、いいやん。あ、でっけが今ました。魚食えとった。え？マジか。やっべ、バスが今魚くわえて取ったの見えたわ。あら、シャドーフラットにはいるでしょう。おしだ、あ、また割れた、ほら。うわ、なにどういうこと？マジか。どういうことなんよ。やっぱりショートバイトでかかっとるやんな。